みなさん、こんばんは。ジェムズカンパニーのノーベ担当マヤとそこと一文字マイです。はい、そしてジェムズカンパニープリコ担当ミコミコこと長谷美琴です。いやーい、今日はなんと11月に控えたね、私たちのワンマンライブに向けてコール講座をやりたいと思います。初めて来るファンの人も、今まで来ているファンの人も声出しが可能になった今回のライブなので、ぜひぜひこれを見てたくさん練習してきてください。やったー。それでは早速スタート。はい、ではまずね、なーにな、にゴールデンスマイルの、はい、うん、ゴールスパだ、やりたいと思うんだけど、うん、あのみこちゃん、はい、あのマナー守っていただきたいところがありまして、これ多分席2席分ぐらいある足のスタンスではないかなと思うんですけど。嘘嘘、足が長くて足が長くて、まさかの誤算まさかの誤算すぎるんですけど、ちょっとスタンスはね、あの迷惑にならないように、そう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 、はい、隣の方に気使ってお願いします。だからこういうのもね、あ、ちょっと待って、わー、ちょっと周りのお客様にご迷惑になりますので、皆さんね、はい、気を使ってぜひぜひおたげしてください。はい、ではゴールデンスパイスのイントロの部分をやっていきたいと思います。はい、はい、まず、うんうん、スタート。パッパラパラパラパスパイス、パッパラ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 ダイス、パッパラパラパパラパスパイス、パッパラパラパパパラパパゴールデンになるので、はいはいはい、今みこちゃんが言ったフーの部分をファンの人はやってもらうっていうような形になります。簡単だね。よし、うん、じゃあ早速トライしてみましょう。はい、音楽どうぞ。踊りそうになるね。始まってる始まってるって歌っちゃいそうになるけど、オタクはフーの部分ね。そう、オッケーです。もうね、乗って歌ってもいい歌ってもいいフーもやってくれ、盛り上がっちゃいましょう。はい、では次、はい、ゴールデンスパイスの A メロをやりたいと思います。なに、いきますよ。はい、まずはガヤでカッコでうちら歌ってる部分があるんだけど、そこを言ってほしいっていうのが一番最初にあります、うん、はい、はい、じゃあみこちゃんはそのガヤの部分やってくれる。かしこまりました。私は歌詞を歌っていきます、うん、はい、それではやるぞ、いきます。はい、10センチのヒールは無敵、ゆかな、yes! ハート、yes! 仕上げてる、間違いない、外せない日の魔法はセルフで、はい、かけるしかない、チュモンチュモンチュモンジャストイン、午前0時シンデレラならちょうど、はい、セルフコールだよね、そうだよね、よしなら戦闘態勢24時間 OK OK、イエーイ、はい、完璧ですね。素晴らしい、これです皆さん、うん、はい、じゃあみこちゃんのパートをもう一回、じゃあ音で復習してみましょう。はい、ミュージックスタート。リンゴちゃんやはい、イエス、おい間違いない、ジュモンジュモンジュモンジャストイン、はい、あー、そうだよね、オッケーオッケー。いやでも高まったらちょっとやっぱはいとかイエスとか間違えちゃうけど、うん、でもいいんです、いいんです、いいんです、そこで何かを言ってる、うん、そう大事です。はい、ではゴールデンスパイス B メロー、うん、まずはじゃあちょっと私を歌
はい、猫ちゃん変わらず人オッケーです。いきます。お願いしてね。せーの。欲しいものに手をあげ、いっぱい感動したいよね。完璧なんかじゃないし、失敗だってするけど前へ負けられないがだけが思ってる。プラスのスパイスあげよです。はい、はい、じゃあこちら音に合わせてやっていきたいと思います。だけが持ってる。イエーイ、イエーイ、できたー。サビいっちゃいましょう。ではちょっとイレギュラーな感じなんだけど、みこちゃんならできる。はにゃ、いつもインストに入ってる、あの後ろの音に入ってる。うん、お願いします。かしこまりました。では行きたいと思います。はい、せーの。ゴールデンスパイス、はい、ヒットサージチョイス、はい、変わる、はい、光る、はい、瞳で、はいはい、辛いの持ちなんてさ、辛いって読めば元気出ちゃうよ。ゴールデンスパイス、はい、どこパラダイス、はい、いつも、はい、いつも、はい、全力で、はいはい、幸せは自分で決めてくよ。声に出して言える強さ、イエーイ。手放すもんか。OK です。自分のパート、はい、高まってしまいました。いいと思います。よし、じゃあこれをやってきましょう。えい、じゃあサビが終わったところで感想は、あのね、メンバーがみんなでね、はいはいって煽ってたりするので、そこの煽りに合わせてみんな上辺にお願いします。じゃあ A メロ 2A に入っていきます。2番の A メロ、来た来た。1番となんと愛の手が違う。あにゃ、そうスカッチなので、そこがイエスイエスよろしくね。あ、歌詞が違うんだね。そうに変わります。入る場所は一緒なんだけど、うん、ちょっと変わるところ箇所がある、うん、そうなので、次 2A' 同じ A の A メロがもう一回繰り返されるんですけど、うん、そこの愛の手も1番とちょっと変わって、はい、ああそうかもねになります、うんうんうん、で最後の OK って1番でやってたところが That's right に、 That's rightオッケーでございます。かしこまりました。じゃあちょっとつるっとやってみましょう。はい、はい、では音楽スタート。イエスイエス、よろしくね。はい、チュモン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 、そうかもね。ずっといいね。はい、では2番の B メロに行きたいと思います。来た来た。ではここもね、1番と言ってることがちょっと違います。なに、待ってるだけのミラクルなんて似合わないでしょ全然。あー、絵に切ってあげるね、こっちへおいで、ギュギュッとキャッチ、キャッチ、挑戦するがだけが回ってる、ビリリとスパイスあげー、イエーイ、イエス、イエス、あげ、イエス、あげ、イエーイ。
ということで、はい、今ねみこちゃんが言ってくれたところを歌ってもらえればというか言ってもらえればと思います。音程なんて気にすんな、気にすんな。音楽スタート。だけか持ってる。イエーイ！あげイエーイ！あげイエーイ！あげイエーイ！オッケー！では B メロ、2番 B メロ終わったんですけど、うん、2番のサビは1番のサビと一緒なので、1番のサビと同じ愛の手を入れてくるさー。はい。はい。じゃあその後、あのいつものね、うん、あのここ動物園タイムと呼ばれているなんだそれは、ゴールデンスパイスのアドリブパートがございます。はい、楽しそう。みんなはハイハイ言うだけなんですけど、一番最初私がね、あの、パッパラッパラッパー、なんとかかんとかみたいにとか、元気よくとか、すごい試されるね、アドリブ力を試すパートがございます。かしこメンバーも試されてます。そうですね、一緒にやってますので同じようにやっていきましょう、はい、じゃあちょっと一旦お歌でやった方が早いと思いますので、はい、やってみたいと思います。スタート。パッパラパラパ、元気にかっこよく、はい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 、パッパラパラパ、へこんだ風に、パッパラパラパ、大きな声で、はい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 、パッパラパラパ、パパパパパパスパイス、はい、落ちサビはこうしなやかに、しなやかにケチャ、ケチャ、何でも良き、はい、やってもらって、で負けられないがだけか持ってるのカッコは言ってもらう、うん、相変わらず、はい、でプラスのスパイスあげー、イエーイ、もうイエーイ、イエーイ、わかんまにそこは言ってもらいます。はい、はい、じゃあその後のラスサビから最後のアウトロまでをもうね、うん、やった方が早い。オッケー、実践で行こう、やっていきましょう。で、ラスサビの間のところでペンライトを黄色にチェンジする場所がございます。ゴールデンスペースなんで。ゴールデンということで、はい、金色じゃなくて平気ですか？金色のペンライト持ってますなんかそうだね、オッケー、黄色で行きましょう。黄色でね、ちょっとスパイスしてもらって、はい、はい、ではその時になったらここで色チェンジって言うので、おい、お願いします。では音楽スタート。イエーイ、これだね、ここをね、みんなで、うちらもキメキメでやってるから、ここでチェンジ、わですね。あ、イエーイ、イエーイ、出番です。来るよ。パッパラパラパー、みんなで歌って。パッパラパラパー、ラパラパラダイス、パッパラパラパー、パラパスパイス、パッパラパラパー、パパラパパー、ゴールデンスパイス、イエーイ。アウトロはみんなで歌いましょう、大合唱しましょう。ではときめきドリームナインやりたいと思います。いや、はい、サイリウムはそれぞれの推しの色を光らせてください。はい、ではまず、一番最初頭サビがあるんですけど、その時はドリームラインで上げてください。まっすぐ見ない、ドリームラインだよ。ここら辺は適当、好きなようにやって、はい、好きに。で、感想の間はずっとはいはいはい、はい、その後です。うん、 A メロは名前を呼びます。はにょー、歌った人の後に名前を。なるほど。で、ちょっとあの不思議なところというか、ちょっとイレギュラーな場所もあるので、そちらはこの練習を見て、練習でやってもらえればなと思います。かしこかしこ。では、行きたいと思います。はい、スタート。ドリームライン、まっすぐ未来へ、
ここで私たちが煽ってるかもしれないですが、はいはい、いっぱいハイハイください。一丁編に行きましょう。はい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 、しずくって呼びますよ。ポンちゃんが歌ってるよ。しずくレイカー、ここかぶります。みんなの妹ラブ、ゆきのゆきのひなかです。次早めのひなか、ここは聞いた超絶かわいい何ぬ。はい、では B メロに行きます。ほい、 B メロはオーイングなるものをやります。オーイングとは、オーイングとはおー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 っていうのを音に合わせてやるんですけど、なるほど。そう、これは雰囲気で、はい、できると思う。なので、あの曲ではやらないんですが、うん、サビの部分は曲でやった方がいいなってところがあるので、はい、サビって2回ドリームラインのね、回しがあるんですけど、その2回し目の時にみんなでクラップしながら、はい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 っていうのをやります、はい、叱るべきタイミングで、はい、そこがあるので、そこを音でやってみたいと思いまーす、うん、スタート。はい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 、こちらですね。はい、なるほど。ではサビが終わりまして、うん、感想の部分はあのノリノリでハイハイしてもらえればいいかなと思います。甘い甘い。2番も名前呼びタイムがあります。出たよ。では実践で何が来る、ちょっと楽しみに。しかもこれ、うん、私たちがまえちゃんとみこちゃんが長く呼ばれるんですけど、そうだ、そこを私たち考えました。ちゃんとよく聞いてね。お願いします。はい、あ、ひなかです。するぞ。ひなかラム、俺には頼ってまやちゃん、みずし、ゆきの来る、来るよ、みこと来るよ、マイプリンセス味方おい、何笑っとんねん。はい、ということでこちらになります。イエーイ。はい、では2A が終わったので2番の B メロいきます。うん、 B メロは1番と一緒でオーイングをします。おーおーおーってやつです。さっきやったやつだ。で、2番のサビも一緒だから、はい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 をやります。はい、そこまでは一緒。オッケー。この後なんとちょっと D メロに行くので。来たわ。そう、そこちょっと不思議なんですけど、うん、そこの前までは多分サリウムこうホイホイやってる。はいはいはい。で、その後、うん、歌が始まりまして、はい、そしたら私たちがねコーラスみたいなのでこっちだよーって歌ってるじゃない。はいはいはい、カッコのね、うん、そう、そのカッコの部分は一緒に歌ってもらえた。一緒に、うん、これは楽曲で一緒にやってもらえた方が分かりやすいかなと思うので、じゃあ歌詞見ながらやっていきましょう。はい、じゃあみこちゃんがアイドルさん、はい、じゃあ私オタクパート、オタクパートやる、お願いします、うん、はい、では音楽スタート。道はない。こっちだよ。たまに落ち込んじゃう時には、心の奥を突き抜く光。未来向きに伸びてゆく。どこまでも進め。さあ、進め。おー、完璧ですね。こっちだよ。こっちだよ。こっち。サビが
あるんですけど、そのサビはあの一番最初と一緒にやってもらえたらいいかなと思います。はい、はい、サビをね一緒に歌いたい方もいると思うんですけど、全然歌ってもらってもいいし、うん、気の向くままにドリームラインでね、私たち上に手を上げて振りがあるのでね、うん、そこを一緒にサイリウムを持ってやってくれたら嬉しいです。嬉しいです。楽しもう。はい、では夏色ドロップスをやっていきまーす。サマータイムメモリーズ。 Yes、 はい、では、好きなサイリウム持ちます。足色、はい、でその後サビです。お、一気に、そう、もうね、AB メロはなぎのように楽しい、たゆたってください。はい、音で揺れてください。ちょっとチルクね、チルクチルク。はい、ではサビの部分いきます。カッコの部分、うん、私たちがガヤでね、ガヤね、あの楽曲で聴いてると歌ってる部分になるんですけれども、うん、そこをやります。一緒に夏色ーヘイと、あと、うん、心ーはーい、あ、ドキドキは目いっぱい、はいはいです。で、最後、いつか今日みたいに思い出す夏に、イエーイのところを言ってもらいます。イエイだの、ヘイだの、ハイだの、まあなんか、うん、うーうー、声出した、大丈夫、セイセイイエーイ、うわーで、オッケー、おい、なんかチルク楽しむ、はい、はいはい、ここです。ちょっと早めに言ってもいい、なんでもいい、なんでもいい、楽しもう。では、なんと夏色ドロップスはもう2番に飛びます。あら、早い。そうなんですよ、まあ AB はやっぱチルク楽しんでもらえれば、うん、大丈夫、音楽派になっていただいて、はい、で、サビも同じなのでいい感じに一緒ガヤをしてもらう、はい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 って感じでやります、うん、で、その後のお歌のところで次感想に入るんですけど、うん、そこのところがちょっと不思議なので、違うんだね、うん、そう、そこがオーイエス、セイイエス、イエーイ、おーっていう煽りがあるんだ。そう、煽りになるんですけど、うん、そこの煽りと、うん、その後ろにね、うん、ラー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 、はい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 、みんなで歌ってるとこだね、いつも。そこって、うん、ガヤ隊の人と、うん、合唱隊の人がぶつかるわけ。あ、ちょっと重なってるんだ。そう、うんうんうん、だから好きに入りたい方に入ってください。すごい、オタクも私たちと同じようなことをねするんだね。そう、オッケー、まあそれは思い思いの、歌いたい方で、行きたい方で行きましょう。私は合唱がいい。うん、私はじゃあちょっとオーイエスを行きたいと思います。はい、じゃあそちらでやっていきたいと思います。じゃあ音に合わせてやってみましょう。やりましょう。ラララララララ、ってことですね。はい、完璧。はい、こんな感じで終わりまして、はい、最後のラストビは夏色の時はもういっぱいケチャをして、ケチャをして楽しんで、そして愛の手をやる、うん、一番と同じ愛の手を入れてください。お願いします。以上、夏色ドロップスでした。ありがとうございました。はい、ではチェンジのウェーブでーす。ウェーブ踊ってる。はい、はい、ではまず頭のところからいきます。はい、早速ライドライドライドフーリフーリフーリということで、うん、回す回す、サイリウムを押し色で回しましょう。はい、で上げます。はい、その後に We are gemsKeep on going go っていうのがあるので一緒に歌いましょう。はい、ではやってみたいと思いまーす。はい、来た。
次やるね。うん、私歌う。はい、任せて。ファンの人やってください。うん、真似してね。いきます。せーの。月なるかなおせいは、はい、そこに、はい、そこに、はい、散らばり。これです。あります。じゃあ歌でやってみましょう。はいはいはい。ふふ。完璧。はい。では A メロ終わりまして、うん、B メロもノリに乗ってください、うん、そしてサビの部分です。変わらないおいつもって、おい変わりゆく世界を私を推しやけ、イエーイ。はい、こちらです、はい、完璧で、うん、まあ、これがサビなんですけれども、やってほしいことはね、でその後に2番の後、2番の入る前の感想のところで、ゆきのくんが、うん、今回のライブみんなやる気あるのかいないのかい、どっちなんないとか聞かれると思う。あ、はいはい、煽りね、うん、そうそうそう、その煽りにあーるとかないって答えてもらえたらないは困るけどあってほしいけど、オッケーオッケーオッケ ー, オッケー、そこはね臨機応変にいきましょう。はい、じゃあ、はい、サビの部分だけお歌でやっていきたいと思います。では2番の A メロ、そしてサビなんですけれども、うん、そちらは入るところは1番と全部変わりましぇー。優しい。では一応やっとこうか。うん、はい、いきます。現状維持必死なあっても、はい、いつじゃないね、はい、心ストレッチになります。はい、じゃあサビもいきます、うん、サビも入るところ一緒です、うん、譲れない、はい、これがちゃんと、はい、どんなに形を変えても輝くよになります。はい、完璧。ではサビが終わったので次は D メロに入ります。はい、D メロはおい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 、 おいを3回。はい、でその後にな、チェンジの上何何でも OK、おいおいハイファイをやります。なるほど、じゃあ私たちと一緒にね歌えれば大丈夫ってことですね。大丈夫、大丈夫だよ。はい、その後はうん、ちょっとサプライズを準備してます。サプライズ、なんだ。では聞いてください。ええスタート、いけるのか。くるよ、おい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 、また来るよみんなで、ね、ここで掛け声されるかもね。おい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 、来るぞ。おいおいはいはい、言いたいことがあるんだよ、やっぱりジェームさん可愛いよ、好き好き大好き、やっぱ好き、やっと見つけたお姫様、俺が生まれてきた理由、それはお前に出会うため、俺と一緒に人生歩もう、世界で一番愛してる。これはまさかガチ恋工場です。来た、やべ、ついによだれてた。ガチ恋工場解禁、ジェブ感もそう。うん、でも一個違うところがあるの。何何、あの世界で一番愛してる、うん、愛してるを言うと、はい、その愛してるを言うと、はい、うん、ねねちゃんが入りにくくなるおい、お前ら聞いたか、うん、邪魔するなぞ。そう、そこでねねちゃんがスンってなったら来たって思って、そう、空気読んでお願いします。はい、お願いします。ガチ恋工場解禁です。おお、楽しみましょう。ではこの後です、うん、おちさびねねちゃんから入ります。はい、そちらケチャというものをやります。ケチャって何ですか。推しに対しての愛を指先から伝える行動です。アイリオンから、そう、もう伸ばして、できるだけ伸ばして、あなたの届け俺の思い、あー、いけーっていう行為ですね。はい、こちらあの両手を使ってもいいですし、うんうん、片手バージョンでも、片手でもいい、大丈夫、 OK です。じゃあ片手バージョンやるかな。じゃあとりあえずやってみましょう、うん、はい、参考にお願いします、はい、来るよ、
ケチャです。こういう人もいる。あ、そうそういろんな人がいる。みんな違ってみんないい。推し目に対しての愛をね、愛を推し色で。ここまで、ここまでです。のばすノリ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 で乗ってください。一緒にここ次、おい言うよー、なんだよ、あいあいイエーです。イエーイ。はい、では仕上げでございます。先生、うん、今までやってきたチェンジのウェーブラストです。おお、ついに。そう、最後あのね、みんなでライドライドライド一番最後ね、うん、っていうところがあるんですけど、うん、そこは私たちも手を回しているのでフリでそれに一緒に合わせてフリフリフリで最初と一緒だ。そう、うん、で最初と違うのは上に上げたこのサイリウムを最後私たちもね手をフリフリフリってやってるのでキラキラ一緒にフリフリフリってしてください。みんなで一緒に真似しましょう。はい、では音でやっていきたいと思います。本当にラストですよ。あげるー、フリフリフリキラキラ。はい、こちらでチェンジのウェーブは完成です。はい、次は桜色の嘘でーす。あんまりね、あのダンスありでやったことがない。実は全員ではないんですよ、ね、はい、うん、ですが今回はちょっとチラッといろいろ情報を漏らしていきたいと思います。ことはやるのか。うん、はい、チェンライトの色ピンク。お、来たな、ピンク桜色。はい、では次 A メロは、うん、タルタルタタルタタの音に合わせて、うん、ルンルンしてください。ルンルン、みんなでノリノリしましょう。はい、これね、サイリウム持ってる人はこうやって振ってもらえばいいし、うん、持ってない人はクラップで、タタルタルタタル、拳でもいいしね、うん、うん、やってください。やりましょう。では次 1B です。何度も出会い別れ繰り返し、はい、歩いてきた、パンパン、はい、という DPPH と呼ばれるものをやります。パンパンパン、はい、パンパパン、はい、パンパパン、はい、パンパパン、はい、っていうのを B メロずっとお願いします。はい、はい、では次、うん、サビです。来たわね、サビ。踊りを公開してないんですけど、はい、え、そうだよな、今ちょっと漏らす。え、うん、漏れちゃう、漏れちゃう。桜色にロトられたの、うん、ロトられたのところで、はい、そう、左右にゆらゆらするパートがございます。ゆらゆら、そう、これは自分が桜の木だと思って揺れましょう。なるほど、風に揺られて、はい、この時はポーズは何でも良いです。でも私多分こうやってるんだよな、あれでしょうね、はい、こうでしょうね、ロロロロロロロ、はい、で、ノリノリ、これでもいいよ、そう、はい、揺れるということですね。そうです、合わせて泣いてください、うん、泣きで、かしこまりました、揺れてください。うん、じゃ曲でやった方がわかるかな。ね、では音楽スタート。来るよ、あー、素晴らしい、しまった。はい、ではサビが終わりました。1番のサビ、うん、そしたら2番の A メロ、2番の B メロは同じ繰り返しでーす。あー、ありがたい。はい、その後次サビも一緒、一緒で落ちサビ来たのみ、何ちょっと特殊です。何するよ、そこいわゆる先ほども出ました、うん、ケチャなる、さっき習ったやつだ。しかもここはポンちゃんのパート長いから、うん、ポンちゃん推しの人は色カカカカってやってもいいかも、ね、うんうんうん、で、そこは、桜色でごまかしたやっても片手でやっても甘酸っぱい嘘はっていうのを、うん、
やってください。オッケー。じゃあ最後のラスト日まで通しでここやってみたいと思います。どうしよう。ケチャです。来るよ。ポンちゃんへの愛を伝われ。俺に恋してるんだろっていう気持ち。あ、ここ始まった。ありがとう。来るよ。揺れるよ。揺れる。はい、完璧。はい、こちらで桜色の嘘を完成です。ありがとうすぎ。はい、こちらで前半のジェムカンコール講座終了です。今来たばっか。あ、もう身も心もお互いのモチベーションになってくれてありがとう。うん、あのね、こちらね、あのいろいろ私たちがね提案したものはあるんですけど、それを絶対やらなきゃいけないっていうわけでもないし、自分の気持ちで楽しんでくれたらそれでいいだけなの。楽しみましょう。はい、なので周りの迷惑にならないことだけ、ぶつかったら謝る、謝る、思いやりの気持ちを持って、気持ちいい、ジェムカーライブ楽しんでって